と待って、あんた敵格者は暴力的で悪魔みたいなやつって言ってなかった？事実ですか？ふざけてる場合？すみません、本当はアイカさんを危険に巻き込みたくなかったんです。わずか数日で何度も殺されるような目に遭わされましたけど、この世界でできた大切な友達ですから。ドゥアール、で本当の理由は？いや、実は後かな。テールギアを維持するためには私の生体データを掃除様の体内に取り込む必要があるのです、とかそれっぽい嘘をついていかがわしい行為にふけろうと思ってまして。でもアイカさんにもテールギアを渡したら、辻褄合わせのためにアイカさんとも体を重ねなければならなくなるじゃないですか。このド変態女が、なんでいつもエロいことばっか考えてんのよ。